と潜ったところ。左のめくったとこ行くの。じゃあ。30マイクロ。1.5 ミリ。1ミリ。それはそう、高くないの。ちょっと伸ばし、あの、イサさんの12ゲージかかるから、はい、12分だから間違いなし。そこ 7.3 ミリ。多分だから、まっすぐ上に伸ばせるだけ伸ばして、上の方に行って、成長が上がっていくかどうかじゃないですか。これでも、チャットの中。中に入ってる。だから多分、直接は分かんないから、上の空から成長が下がって、のかどうかぐらいしか分かんないです。あんまり直接では測れない。直接はね、無理だと思う。これでどれぐらいの温度？多分ね、こういったところまで行けないんじゃないかな。結構もう横も埋まってるもんね。今だ、どれぐらい？ガラスで、滑るんで注意。どうなってる？どれ？この上ね。この上の。これはちょっと届かない。
か7月って何だよ、どれぐらいだ、でもそんな高いってわけじゃない、そうだね、開放してる。天井は高くない。天井は高くない。これ中1ミリ。ここはどうですか。怪しいわね。もう覆い、配管自体がもう覆われてる。あ、でも天井は高かった。天井は高かったんだけど。外回りから直ってる。で、そのぐらいの後で見ましたね。分かんないですね。分かんない。今分かんない。空間天井は空間天井は4回は5ミリ。ちょっと高いだった。じゃあ、いよいよ4回。だから、バーストが入ってた。空気のそれなりの。ああ、あれか。はいはい。
内側からこっちに向かってめくれてる、うん、内部が膨張したんだな。はい、行った方がいいのね。これ鳴るよ、3回目。まだ2回。燃料は3ミリ、はい、燃料は4ミリ。な、え、何本？6ミリ。Thank you.
大丈夫。3ミリ。Okay.足元注意。